はい、皆さん、こんにちは。グッズでございます。ですね、今回ちょっと、チャレンジ企画ですね。というより、ちょっとマザー3とかを、動画作ってたんですが、ちょっと今、モチベーション上がらないので、他のやつからちょっと、収録してます。で、今回ね、初代ギルティギア、一番最初のギルティギアの、バイケンを出すっていう、チャレンジします。結構難しくて、ルールが、キャラクターのソルと、カイを、ソルとカイを使って、ノーコンティニュー、どっちかで、どっちかノーコンティニューで、ラスボスを倒すと、バイケンが飛び出します。で、そのバイケンすると、使えるようになります。出てね、バイケンに負けたも、失敗になるんかな。ので、どれだ？まず変えれない。この難易度でいかないとダメで、一番最初の時もそうだけど、敵の出る順番にも、このザトウってやつが最後に出ると厄介です。ので、ちょっと待ってください。で、ソルが回でないと、回復が出ないので、もうここでね、どうするか、はじめにバンバン使って、もうすぐに大したことなさそうだね。ちょっとね、
じまいだ。これで日本で行きます。これね、今回あの初代だけさ、よろけたりさ、あの倒れた相手の無敵がちょっと短すぎて、ね、全部繋がります。なので、特に見てる間に覚悟できるの当たります、ね。当たります。とかなる。
覚悟できたのか。殺すけど。あとに一切使わんかった大器。
Take
その辺のやつが、やるやつが、都会見ができるんですけど、都会しようがない。立ち直る。ヘビーだよ。最初にプレイステーションでこうだった時ずっとそう出したいためにさ電撃プレイステーション乗ってるんですよ、やり方を。それでなんかさ攻略しながらもうでも無理やな、覚悟はできのびることを考えよう。バイキンで負けてしまった。テレビで泣いても知らないよ。ちょっとYeah!
ソルは、この人はあんま使われへん。コロフ。覚悟はできてるのか。